日本近畿地方大阪府堺市東区東区は、堺市を構成する7つの区のうちの1つ。堺市の東部、三原区とともに、南河内群の旧郡域にあたる。堺市の中東部に位置し、ほぼ全域が丘陵地である。住宅地のほか、特に区の北東部や南東部を中心に田畑も多く、区内全域に考えようため池が点在する。 北西から南東に南海高野線が北東から南西に半和自動車道と幹線道路である大阪府道36号泉大津、三原線新道が通る東区役所は南海高野線萩原天神駅近くにあるが高野線の主要駅の一つである北の大気周辺がこの区の商業の中心地となっている堺市内で最も面積が狭い区でもある日本では 数少ない住宅地内に設けられたロータリー交差点や、これを中心とした放射状の道路網が区内の複数箇所に見られる。特に北の大気から西に500メートルほど離れた大阪府道36号泉ウォ三原線球道上にある大美の噴水ロータリーは、中央に噴水が設置されている点で特に珍しいものである。これらのロータリー交差点や道路網、 噴水などは1930年代から1940年代はじめにかけて日本の田園都市の原型として北の大駅制法には関西土地株式会社により大味の田園都市、初芝駅東法には南海鉄道により初芝住宅地、さらにその東側には住宅営団により東初芝住宅といった宅地開発が行われた際にそれぞれ整備されたものである。 この他に、池垣や、比較的広い区画を有する低層の住宅が並ぶ、街並みも、相まって、当時の田園都市の面影を残す歓声な、住宅街となっている。大阪府内の地域区分や気象警報、注意報の発表区域では、仙北地域や仙州地域に分類される場合もあるが、見原くと同様に全域が、河地国に含まれる。 中区に中堺警察署が2021年7月1日付で、開け所したことにより、堺市内で、唯一区内に、警察署と周波郵便局が設置されていない、行政区となった。最寄り駅は、萩原天神駅大阪府警黒山警察署、所在地は隣接する三原区。東区のほか、三原区、大阪狭山市も管轄。 交番堺中郵便局所在地は隣接する中区。東区のほか、中区も管轄。郵便番号東区南部では1968年から1997年までの郵便番号が河内側の588となっていたが、一般郵便の地域区分郵便局が、八尾郵便局から、堺郵便局へ移管されたと同時に、福田郵便局が、 堺中郵便局に移転解消したため、599に変更された。一方東区北部は、堺金岡郵便局の管轄であり、泉川の591であったが、1997年の堺中郵便局の開設時に集配業務を移管し、599に統一された。その後郵便番号の7桁化により、 区内全域で599から81となっている。なお、小包に関しては1994年から新大阪郵便局の管轄だったが、2004年4月から大阪府の地域区分郵便局は一般郵便を含めすべて新大阪郵便局に集約された。区長は山下勝利氏。前任の区長は深田一氏。 白崎小学区八島、西小学区南八、下小学区日置草小学区日置草、西小学区富久西小学区遠見岡南、小学区遠見岡あずま小学区野田小学区路線バス、八芝駅と北野田駅を中心にバス路線が設定されている。コミュニティバスいずれも2013年6月末をもって廃止されており、代替交通手段として2014年3月から、 デマンド制の堺市、乗り合いタクシーが運行されている。半和自動車道とその速道の大阪府道36号、泉大津三原先進道を除くと、区内の道路網のほとんどが片道一車線か、それよりも狭い道路である。有料道路一般国道主要地方道その他の府道。ありがとうございます。